ました。されてからというもの、一攫千金を夢見る人々が続々と生命を押し寄せています。そういえば私たちのところに甲府がやってきて、川岸のすぐそばを航行してほしいと頼まれたことがありました。この船の外輪が川底の泥を巻き上げれば、金塊が一つや二つ見つかるんじゃないかと考えたようです。金塊探しのためにこの美しい船を危険にさらすわけにはいきませんよ。全く同感だ。今日はたくさんの野生動物が水辺に姿を現していますね。博士、この動物たちから川の状態を何か知ることができるのかね。そうですね、キャプテン。川については判断できませんが、生息する動物の種類で船が航行している地域が分かります。例えばこの辺りにムースやエルクがいるということは、私たちは今西部開拓地の北部を航行しているということになります。南部でこのような動物を目にすることはありません。キャビンと呼ばれていた小屋だな。はい、
もともとあの小屋は西部開拓地の英雄で政治家でもあったデイビー・クロケットが建てたと言われています。それは多分作り話だ。いずれにしても皆さん、あの火事は開拓地で暮らす人々が乗り越えなくてはならない数多くの苦難の一つに過ぎません。キャプテン、タイムにインディアンの捜索隊を発見しました。その先にはインディアンの部族がいるのかな。彼らの姿が見られるまで見てますね。彼らのような部族は一箇所に長く留まっていることは滅多に見ません。取引が少なくなったり、動物があまり来らなくなると、すぐに別の場所に移動してしまうんです。彼らは、私たちの船を何と呼んでいるんだろうな。煙突から煙を引き上げるところから、火のカヌーと呼んでいます。船着き場はすぐこの先です。
さて皆さん、パイロットのブラッグスがウェスタンランドの船着き場へ入港する準備をしている間、乗組員を代表して本日ダークドレインボーにご乗船いただきましたことを心より感謝いたします。お楽しみいただけましたでしょうか。ぜひまたアメリカ側を巡るダークドレインボーの船旅にご参加ください。それではさようなら。乗船マーク以降はまもなく元の船着き場に到着いたします。2階デッキ、3階デッキでお楽しみのお客様は大変恐れ入りますが1階デッキにお降りになって下船の準備もお願いいたします。お降りになる際も船と船着き場の間に大きな隙間、段差ができておりますのでお足元を十分にご注意ください。小さなお子様、お連れの方は手をつないでご一緒に下船をお願いいたします。それではこの後も夢と魔法の王国東京ディズニーランドで素敵なひとときをお過ごしください。ご乗船ありがとうございました。